どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、つもり実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、こちらどういう状況なのかっていうと、レベッカちゃんに話しかけた状態で、まあ、活動時間外にいるんですよね。まあ、こちらですね、現在の日付と時刻なんですけど、2020年の10月28日夜の2時35分になってます。そしてこのレベッカちゃん の活動時間っていうのが深夜2時30分までなんですよね。ということは、この後のこのレベッカちゃんの行動っていうのはどうなるのかっていうのをね、今回は検証していきたいなと思います。おしゃべりしよう。ミネネがいつも気軽に話しかけてくれるから、それだけで今日もいい日だなって覚えるの。この後はどうする？ついていこうぜ。この先がレベッカちゃんのお家なんですけど、あ、止まった。あら、私に何かよ。ちょっとこれいらないで、なんか渡していこうぜ。 T セットこれでもしかして T セット？どうしてこれを？そうなの、こういうのが欲しかったのよ。すごいわミネネ、どこに飾ったら映えるかしら。考えるだけでワクワクしてきちゃう。そろそろ低いついたて、そろそろレベッカちゃんの写真とか欲しいんだけどな。お、ついに歩き始めたレベッカちゃん。やっぱ家に向かうのかな。キャンプサイトを抜けていって、そういえばキャンプサイトにね、今日お客さん来てるんですよ。まあ、この前はね、ちゃちゃまるが来てるから、ワンチャン新住民とか思ったんだけど、まあ、全然違いましたね。普通にこのまま入っていく。ワンチャンここさ、邪魔した場合ってどうなる？あ、止まった。どいたら、あ、入っていく、止まる。こっち向いたら向かっていく、止まる。あ、おやすみよー。まあ、そういう、まあ、検証結果だったんですけど、うちのさ、なんか峰峰島、結構この2日間面白かった出来事があって、昨日面白かったのが、このレベッカちゃんに物渡した時。いや、この前ね、桃子がジュン君にバスタオルをプレゼントしてたんですよね。まあ、それだけでも面白いのに、レベッカちゃんに張り子の虎を渡したら、まさかのもらったのがバスタオルっていう。どんだけバスタオル好きなんだよ、うちの島みたいな。だから今、俺の手元にバスタオルがあるっていう。これ、誰かに渡すの、結構勇気いるくない？まあ、ジュン君にバスタオルを渡した桃子だから、もしかしたら桃子はバスタオルが好きなのかもしれない。変態だな、そう考えたら。うちの島飾っておくか。黒色なんだよな。オッケー、よし。ではですね、今日は島整備の続きをやっていきたいんだけど、ジュン君が起きているぞ。もう一回バス、いやー、多分これ DIY だな。違った、 DIY をし終わったところか。誰かに自分の部屋を見せるとき、僕は何も着ていない自分を見せるつもりでいるんだ。あながち低いついたて渡してみる。なんかブツブツ交換みたいになってるね。こういうの僕好きだな、質感がたまらないよね。僕の部屋に飾ったらいい感じになりそうな気がするな。あながち、ここで止まってしまった。今日はここの部分を、まあ、整備していきたいなと思います。いや、ちなみにですね、結構注文はだから、ちょっと待ってね。それなりに届いてるはず。キャロラインちゃん、グミちゃん、シルエットちゃん、ハッピーホームアカデミー。ハッピーホームアカデミーは、まあ、点数は変わんないでしょう。で、ラジカセ、ヤマドリアシ、で、ヤマドリアシ、ゴールドクレスト。まあ、ラジカセはね、浜辺部分に置きたかったから、ボンステラ、ヤマドリアシ、あと、木漏れ日広場の飾り、活用していきましょう。まあ、実を言うとね、化石もそんなに集められてなかったから、まあそこは放置するとして、まあ、ここをね、実は悩んでるんですよ。テラコッタタイルを使うか、まあ、それとも草地のまま整備していくのか。ゴールドクレスト、ヤマドリアシ、ヤマドリアシ T セット、モンステラ、木漏れ日広場の飾り。例えば真ん中に置く。これ、1マス分足りないか。そう考えたら木漏れ日広場の飾りはなしだな。どうしようか。いや、なんとなくこっから先道がないから、テラコッタタイルも消していいかなって思ってたんだけど、よし、オッケー。じゃあ家具を持ってこよう。これさ、ハロウィンのアーチ、これちょうど似合うんじゃない？
まあ言うてもね、ハロウィンがあと3日なんですよね。まあそのハロウィンが終わった時にハロウィン家具をどうするのか。ダイナーなカウンターテーブル、良いな、普通に良いな。これ確かアーチはこれが10個必要なんじゃなかったか。ポケットがいっぱい、ゴールドクレスト置いといて、そしてこれを回収しておきましょう。オッケー。さあ硬い木材と粘土は最初から持ってるので、このままアーチを1個作ります。このアーチをここに飾りたいんだよね、ちょうどマス目的にも。どうこれ、これ回収する。いやこれ回収したくないな。いやこの黒の街灯絶対相性いいことは分かってるんだけど、いや捨てがたいな。シルエットちゃんのお家の外観に合わせてるんですよねこれ色を。いやでも持ってくるか、せっかく相性いいもんねって言おうとしたら、うちの島ハロウィンのアーチめちゃくちゃあるな。今で3つ目か。そういえば山鳥足この部屋飾ってるか。あと何が足りないんだこの部屋。まあ広さは足りないよね。いやせっかく白色のサービングカートがあるから、白色のサービングカートの上にさっき手に入れたティーセット置いとくとかどう。こっちの方が違和感ないよな。待てよ、 DIY 出してアイアンガーデンテーブルを1個作ろう。アイアンガーデンテーブルを作る。そしてリメイクする。リメイクキットまだ余ってたよな。余ってるねー。白色ホワイト、これを1個出そうぜ。待てよ、なんか迷走してる気がするな。ベンチがあるからテーブルと相性いいかなって思ったんだけど、なんかそうでもなくて、ここに置いた結果ただ家具が1つ多くなっただけっていう。これ茶色の方がいいか、ブラウンにして、あえて色をかぶせずにアイアンガーデンテーブルをここに飾りの色を合わせていく。でミニサボテンセットを、ビオトープはもういい気がするな。もしくはこのこれ、この本棚を1マスこっち側に配置しての、でいやこうだな。いやこの手回しオルガンとの相性がまあ最高にいいから、ここにビオトープ。いやこの植物園にこの手回しオルガンはまあ必須アイテムかなって思ってるから、よし、まあまあこんなもんでいいんじゃないでしょうか。ではですね、早速さっきのスペースを整備していきましょう。とりあえずベンチブランコ持ってきた。3時の BGM になってる。まあ3時の BGM って結構不気味な曲が多いんですけど、やっぱ醸し出されてるような。まあまあベンチブランコ持ってきて、あとは何を置く。ゴールドクレスト、街灯、街灯を置いてみるか。左右対称にするだけでも、なんか微妙じゃない。こっちから来てみるか。橋を渡ってリッキーくんの家で、スパークくんの家を通り抜けてここにたどり着くんだけど、もう一個街灯がいる。もしかして一回これで試してみるか。この街灯をどけてここに街灯置いてみる。なんかしっくりこないよな。多分道がつながってないからだろうね。この街灯を片付けてしまえば違和感ないんじゃない。どう、こっちから街灯、街灯、アーチを抜けていって、あとは、まあ、ベンチブランコに座ると。まあ、いった構図になってるのはなっているが、なんでこんなに違和感感じるんだろう。なんか思ってたのと違うな。生垣で統一してみる。これであともう一個街灯を置いてしまえば、やっぱこの街灯いらなくない？樽置いとこうぜ。樽置いて、まあまあまあ、これだったらしっくりくるでしょう。あとはここに1個レンガの壁を置いといたらどう。あとここの先だね、まあ、植物を配置していくのか、まあ、それとも椅子を置いていくのか、そこが問題だよな。まあまあ難しいね、あそこのスペース。結構ね、峰々島自体が休める場所が多いから、
あんまりマンネリしないようにしていきたいんだけど、またスズラン咲いてる。まあなるべくね、似たような作りにならないようにしていきたいから、仮設トイレとか置いとく。なんか持ってきたのは持ってきたけど、違うか、これ違うな。似合うかどうかは分からんけどっていう意味でも一応持ってきた。まあまあまあ、ここの部分はゆっくり作っていきますか。言うてもあと3日でハロウィンが終わってしまうから、まあ、そこからね、このアーチとかも悩んでいけたらなと思います。というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。なんかこのリッキーくんとスパークくんの家の周りだけめちゃくちゃ迷走してるな。ゴールドクエストはやめておこう。こっちにもあるしな。